まだ気になるのは僕は、うん、サイドバックかなと思ってて、やっぱ宮本選手が行っちゃったんですけど、うんはい、しかもなんかね、レンタル半年なんですよ。うんうん、でだからこの半年で結果出せなかったらまあ戻ってくるって可能性はゼロじゃないんですけどなんかよくよくいろんなこう人の移籍のこの契約見てみると、うん、え去年の J1MVP、岩田選手、セ、うん、ルティク行きましたが、うん 彼も実はセルティックと半年のレンタル契約なんですよ。うん,うんうんうん。で、なんか増えてんすよ、最近。うん、半年とか一年レンタルで一回行っておきながら、うん、その後完全買取オプションってので、うんうん、ヨーロッパクラブが取るってのは増えてるんで、うん。なるほどね。はいはい、はい。多分、宮本選手、片道切符だと思うんですよね。うん。うんうんうん、で、あと、坂井博樹選手が、まあ今ね、そのオケが、まあ、すごい、なんか2、3年連続でシーズンやってたからですけど。そうですね。 なかなかほら、フル稼働できてなかったじゃないですか。帰ってきてオリンピックワールドカップね、J リーグ。そうなる。おぼいつだったんみたいなね。本当だよね。うんうん、フォワードの充実ぶり考えてみると、ディフェンダーのちょっとサブ枠が少ないかなってのがあるので、うんはい、おそらくこのあたりは僕は夏の遺跡市場とかで着手してくるんじゃないかなと思うんですよ。要は ACL までをこのメンバーで戦って、うん、そこまで終わってしまえば、うん、あの、ほら、そこで優勝してば、あの、 新しく始まる方の ACL、秋から始まる方は、うん、夏の移籍史上5になるので、うん、そこで川崎もマリノスも広島も甲府も浦和も人取ろうってことを考えてるんじゃないかと思うんですよね。なるほどそこで例えば、原口元気って名前とか、うんうん、あったりするんじゃないかなとか、ね、ね、このまた夏、動くんじゃないかっていうね、そそうですね。 だからこのメンバーを半年間、それこそスコルシャ監督のまあふるいにかけられて、誰が生き残るのかって話にはなってくるのかなと、これでメンバーだけ見たら、これはすごいんじゃないかなっていうね、ちょっとやばいですよね。えー、これはでも、覇権を争う、ね、一角にこう返り咲いてほしいですけどね、うん、そうですね。うん